ビトラデザインミュージアムビトラデザインミュージアムはドイツビュルテンベルク州バイルアムラインにある博物館。スイスに本社を置く家具会社ビトラの工場敷地内に所在する。ミュージアムにはビトラ社が所有する膨大な数のデザイナーズ家具や照明器具などが展示され世界で最も重要なデザイン博物館と言われる。なお、バイルアムラインはスイスとの国境の街で バーゼルに隣接する。チャールズとレイのイームズ夫妻、アレキサンダー・ジラルド、アントン・ローレンツ、ジョージ・ネルソン、ベルナー・パントンら、有名デザイナーの作品も収蔵。年2回ほど大きな企画展を開催している。ミュージアムのオープンは1989年。有名建築家、フランク・ゲイリーによる複雑な形をした外観が特徴となっている。ビトラデザインミュージアムは、 ビトラキャンパスと呼ばれる、ビトラ社の工場敷地内にある。ビトラキャンパスには、安藤忠雄のセミナーハウス、ザハハディドの消防署、アルバロシザの工場施設、ジャンプルーベのガソリンスタンド、バックミンスターフラーのドーム店と、ヘルツオークドムーロによる、ショップ、カフェを併設するショールーム、ビトラハウスビトラハウスなど、世界の有名建築家による作品が一堂に会している。 バーゼル駅、バーゼル SBB から8番トラムで、バーゼルクララプラッツバーゼルクラレプラッツまで約17分。バーゼルクララプラッツバーゼルクラレプラッツから55番のバスにて約20分で、バイルアムラインビトラワイル AM ライン、ビトラ下車。または、バーゼル駅、バーゼル SBB から鉄道利用。バーゼルバーディッシャー駅バーゼルバットで乗り換えて、バイルアムライン駅。 ワイルエムラインへ。ワイルアムライン駅、ワイルエムラインから徒歩、約20分でアクセスできる。ありがとうございます。